皆さんこんばんは。くまモンスクエアの情報番組出張くまモンスクエアチャンネルのお時間ですが、今回も予定を変更いたしまして、緊急特別番組どうするどうなるニュークマモンスクエアその2をお届けいたします。ではゲストの皆様をご紹介いたしましょう。まずは熊本県の営業部長兼幸せ部長のくまモン、よろしくお願いします。そしてくまモンスクエアスタッフのまおちゃん、よろしくお願いいたします。お願いします。同じくスタッフの渡辺さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして私司会の清家とでお送りいたしますお願いいたします。はい、ということでね、リニューアルオープンまでなんとあと3週間となりました。ということでね、はい、ちょっと一旦お席を戻しましょうかね。すごいびっくりしてましたもんね、椅子が結構後ろにドーンって言ってたんで大丈夫ですか。落ち着きました、落ち着きました。冷静に冷静に、はい、はい冷静にね、びっくりですけれども、早いものであと3週間となりました。ねー、びっくりだよね。はい、まあ、オープンに向けてね、さまざまな情報が発表されておりますので、一旦ここで整理して皆さんと一緒にね、復習していきたいと思います。はい、くまもよろしいですか。はい、 OK ということで、ではまおちゃんお願いします。はい、それではこちらをご覧ください。くまモンスクエアはいよいよ7月21日にオープンいたします。7月21日から23日までの3日間はくまモンスクエアリニューアルオープン &10 周年イベントを開催いたします。そして7月21日は10時からオープニングセレモニー、そして13時と16時30分からはくまモンのステージを開催いたします。翌日7月22日そして23日は11時30分14時16時30分と1日3回のくまモンステージを開催いたします。もう大興奮です、はい、伝わりました。はい、いきますね、はい、参加方法はくまモンスクエアのホームページに記載されておりますのでご確認ください。皆さん楽しみにしていてくださいね。はい、ありがとうございます。もうくまも大興奮だけれどもね、ワクワクドキドキだよねドキ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 はい、ということで次はくまモン、くまモンが発表しますよ。オッケー、ちょっと落ち着こうかね。ドキドキワクワクだけどはい、くまモン次進まないから、くまモン、はい、フリップお願いします。じゃん、リニューアルオープンの日にはケロポンズさんがお祝いに来てくれるもん。すごいはい、そうなんですよ。エビカニ踊ってますね。エビカニイクザミ、はい、子供たちにも大人気のミュージックユニット、痛い、ちょっとやめて、痛い、ケロポンズさんの来館が決定いたしました。はい、7月21日金曜日の10時からのオープニングセレモニーと1時からのステージに参加してくださいます。やったー、ね、はい、ね、ケロポンズさんは今年のね、くまモン誕生祭にも来てくださったんだよね。そうそうそう、ね、一緒にエビカニイクス、エビカニイクスしたもんね。はい、楽しみにしていてくださーい。OK? はい、まだまだありますよ、発表することが。はい、続いては渡辺さんからフード情報をお願いします。はい、ではこちらをどうぞ。はい、じゃんじゃん、くまモンの大好きなカフェも新メニューが登場します。くまモン中シリーズもリニューアルしますよ。イエーイ、どうしました、どうしました、くまモン、はい、うん、これはもしかして、うん、バチバチ試食はないのがってことですかね。あれ、あ、すいません、試食は昨日終わりました。皆さんどうでしたか。ですね、いちごの代わりにメロンが使ってあってとっても美味しかったです美味しかった僕の分ね。あ、ちょっと忙しそうだったから、あ、そうです、私たちスタッフでやっちゃいましただってね、くまも思い出して痛かったね、痛かったけど、ちょ、思い出して、くまもこの前さ、城西園のステージソフトクリーム食べたよね。あ、ね、出張ステージでね、うん、
クイズに正解して、ね、思い出して、そうだから、ね、あの大変そうだなと思って私たちでやっておきました。はい、違う置いといて、うん、まあ、ただね、ちょっとまだ忙しいからくまも、はい、そうです、そうです、オープンしてからくまもには食べてもらおうかなと思ってます。よかったー、よかったー、うん、そうよ、ちゃんとありますから、くまもの試食も安心してください。はい、ということでね、フードも新しくなりますので皆さん楽しみにしていてください。さあ、そして気を取り直してジュルジュルしてますけど、はい、また次の情報くまもんからお願いします。じゃん、新曲ば作ったもん、スクエア限定ムービーもあるもん。おそうなんです、なんとくまモンの新曲が2曲できました。はい、くまモン、タイトルは教えてください。じゃん、まんまくまモン。おお、新曲まんまくまモンということですけれども、かなり癖が強い楽曲だと聞いておりますが、くまモン、ダンスは変わっているんでしょうかということで、もう踊ってる、これ、あ、すごい手拍子してポン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 、これ新曲の振り付けで合ってますか。タオル回すんですかね。すごい、あ、でも簡単に皆さんできそうですね。ね、楽しい、はい、楽しい感じだと思います。はい、そしてね、このまんまくまモンはミュージックビデオも制作されております、それ楽しみにしていてください。 OK? 全部やってくれてるけど、ずっと踊ってますよ、うん、くまモン、あの2曲あるよね、これ1曲目、あ、そうそう、続いて2曲目の紹介をお願いいたします。じゃん、やってみなきゃということで、おー、こちらもね、気になる曲ですけれども、こちらはですね、とっても可愛いメロディーで、まずはやってみようというくまモン流のメッセージソングということでいいですかね、うん。はい、これも振り付けかな、うんうんうん、どんどん後ろに下がってますけど、行ってます、行ってます、後ろに下がってますよ、あれ、あ、はい、もう一回前の方にお願いします。はい、よいしょと、はい、おしとやかに座っていただいてと、はい、こちらがやってみなきゃのね、振り付けをしていただいたということです、はい、ね、楽しみですけれども、あの楽曲の制作はケロポンズさんが担当しておりましてずっと踊ってるの、イエーイ、はい、ということは7月21日にも披露いただけるんでしょうか。ね、していただけるかもしれないということでしょうかね、まあ、皆さんお楽しみにしていてください。そしてこちらの2曲は6月14日から TikTok アカウントアットマークコロンビアキッズにてくまモンが出演するメイキングのショート動画を公開中ですから、はい、その動画を少しここでね、見てみたいと思います。いきますよ、 VTR どうぞ。いいですね、はい、ご覧いただきましたけれども、とってもね、楽しそう、ちょっとくまも寝てた、あれ、ね、楽し今ちょっと、うん、ね、怪しかったですよ ね、 怪しかったよね、楽しかったですよねって言ったら、うん、なんか一人だけリアクション違いましたけど、あくびしてたみたいな感じで、はい、大丈夫、大丈夫はい、はいね、ということでとっても楽しそうなレコーディング風景見ていただきましたけれども、この新曲2曲は7月12日から各音楽サイトにて全世界に向けて音楽配信がスタートします。そしてそして、ジャケさん危ない、間に合わなかったです、危ないっていうのが遅くてごめんなさい、このもうちょっと落ち着いてね、はい、この2曲を含むスペシャル動画
くまモンとケロポンズの遊び歌ムービーが現在絶賛制作中ということで、制作中なんだけど、あのくまモンとケロポンズさんのプロデュースによるこの動画は、なんとくまモンスクエアの館内限定で放映されるということです。すごい、はいね、くまモン手応えの方はいかがですか。バッチリね、いい感じに仕上がってると。はい、ぜひともね、たくさんのお友達に見ていただきたいですよね。本当ですね。はい、楽しみに待っててください。はい、そして、ま、こちらもですね、制作がリニューアルオープンの、ま、7月21日までとはなると思うんですけど、そちらの方は大丈夫そうですか。えあれ、さっきまでの元気が、さっきまですごい鳴らしてましたよ。パフ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 、遠い目してる。頑張ってください。ちょっと急がないといけないのかな、うん、小刻みに運でしたらいいな、はい、ちっちゃく運でした、ね、リニューアルオープンまでになんとか頑張ってください。よろしくお願いします。はい、では続いてグッズ情報です。まおちゃんお願いします。はい、はい、ではこちらをご覧ください。リニューアル、そして10周年に合わせて新グッズが続々登場します。皆さん楽しみに。楽しみ。そしてくまモン、我々スタッフのユニフォームを一新されるという噂を聞いたんですが、本当でしょうか。本当でしょうか。あ、これも遠い目だな。あれ、おお、内緒内緒秘密。あらららら、秘密なの。私たちにも秘密なの。知りたい。ねえ、ちょっと準備があるんでね、早く教えてもらえると嬉しいんですけど、今は言えないと。はい、わかりました。はい、楽しみに待っててください。そしてですね、リニューアルオープン&10 周年イベントが終わると夏休みとなります。そして今年もくまモンスクエアサマーバケーションを開催しますよ。大興奮、はい、大興奮。後で撮りたいかなと思います、はい、後で、はい、撮ります。はい、なんとですね、今年はくまモンのステージが毎日開催、そして平日は2回ステージ、土日は3回ステージ開催となります。ね、くまモン頑張らないとですけれども、よろしくお願いしますね。おね、準備バッチリということですので、はい、夏休み期間中は平日2回、土日は3回ステージですか。ぜひ皆さんお越しください。ではくまモンから皆さんにメッセージをお願いします。じゃん、みんなと会える日が楽しみだもん。イエイエイ、ね、本当に楽しみだよね。そして詳しい情報はですね、くまモンスクエアのホームページで随時公開してまいりますので、ぜひぜひご確認ください。そして追加情報の方も続々とホームページで発表しますので、皆さん楽しみにしていてください。さあ、リニューアルオープンまで、はい、あと3週間です。あっという間ですよね、3週間は。ちょっと今鼻ゴツンと言ってましたね、ちょっとパフパフでね。はい、ね、7月21日、皆さんぜひぜひ楽しみにしていてください。そしてくまモンも私たちも皆さんに会えるのを楽しみにしております。ということで、以上、緊急特別番組、どうするどうなるニューくまモンスクエアその2でした。くまモンスクエア最新情報、イエーイ。さて、ここからの時間は私清家とアシスタントの真央がくまモンスクエアスタッフより最新情報をお届けいたします。くまモンスクエアは現在改装のため休館中です。リニューアルオープン日である7月21日を楽しみにお待ちください。それではグッズ通販のご案内です。休館中も通信販売でのグッズのお取り扱いは継続中ですので、ぜひホームページをチェックしてください。くまモンランドオフィシャルサイト内のくまモン EC からもお買い求めいただけます。在庫がなくなり次第販売終了の限定グッズもありますので、ご了承ください。次に出張くまモンスクエアステージのご案内です。7月のスケジュールはこちらです。なんと明日7月1日は熊本を飛び出して鹿児島の皆さんに会いに行きますよ。イエーイ。鹿児島中央駅にあるアミプラザ鹿児島で15時からのステージです。
そして7月17日は福岡に出張いたします。キャナルシティ博多のイベント会場にて13時からと15時からの2回ステージです。ぜひ遊びに来てください。さらにさらに7月3日は造山園ステージ、7月8日は鶴屋百貨店本館1階サテライトスタジオステージです。詳細はくまモンスクエアホームページ、そしてくまモンランドホームページ等をチェックマください。さて明日からいよいよ7月です。皆さん出張くまモンスクエアで、そしてリニューアルオープンするくまモンスクエアでお会いしましょう。以上最新情報のコーナーでした。エンディング。さてお届けしてまいりましたくまモンスクエアチャンネルですが、そろそろお別れのお時間となりました。くまモン今日も楽しかったねって、あれろろくまモンどうしたどうした、うろうろしてるけど、お結局ここはどこだもんって気になるよねはい、あの前回に引き続き県庁の会議室が予約できなかったのでってね、県庁会議室人気なのね、はい、なので某会議室をお借りして収録させていただきました。ありがとうございますちょっとどこかはねお伝えできないんですけれども、はい、ね、今日も楽しくねお届けしてまいりましたけれども、いよいよリニューアルオープン、そしてくまモンスクエア10周年まで3週間です。イエイはいね、パフパフ、うん、3週間そう、私たちの準備もラストスパートです。うん。ね、頑張ろうね、くまモン。はい、頑張りましょう。お尻も。やる気が強すぎて。ね、はい、3週間なんで私たちもねこんな感じですけどしっかりやってますので、あの ごめんなさいね、こっち大丈夫、はい、くまモンもスタッフも元気いっぱいなのでご安心くださいさあさあ、はい、ということでラストスパート頑張るんですけれども、次回のくまモンスクエアチャンネルはなんとリニューアルオープンしたくまモンスクエアで収録しますよイエーイはい、ぜひぜひ楽しみにしていてください。7月31日月曜日のお届け予定となっておりますので、ね、新しいニュースクエアぜひぜひ楽しみにしていてください、はい、ということで緊急特別番組どうするどうなるくまモンスクエアその2お届けしました。来月はくまモンスクエアで元気にお会いいたしましょう。また見てはよー。